アレクサンドラ・ペトロビッチはセルビアの女子バレーボール選手。ポジションはミドルブロッカー。セルビア代表。2003年に地元のクラブチームであるイディンストボウ・ウチョツェに入団し、プロとしてのキャリアをスタートさせる。2005年にジュニアのセルビア・モンテネグロ代表として世界ジュニア選手権に出場し、銀メダルを獲得した。2007年、セルビア代表に初選出される。 同年のモントルーバレーマスターズに出場した。2007から08シーズンにより、ポスター064ベルグレードに加入し、在籍した2シーズンは、国内リーグ制覇を果たす。2009年、ヨーロッパリーグで金メダルを獲得し、自身もベストスパイカー賞を受賞した。2009から10シーズンから、スイスリーグの名門、VBC チューリッヒに移籍した。3シーズン在籍し、 スイスリーグ、スイスカップなどでタイトルを得た。2012年、トルコリーグの強豪、エジザージュバシュに移籍した。その後、ルーマニア、チェコのクラブチームを経て、現在は、アゼルバイジャンリーグのテレコムバクでプレーしている。ありがとうございます。